待て、クラピカ、どうする気だ。決まっているだろう、奴を捕らえる。無理だ。関係ない。こんな鎖で俺を捕らえたつもりかよ。分かってんのか、千載一遇のチャンスなんだぜ。なんだこのパワー。俺の体が毒で動かせないこととは無関係に強い。チェンジ、これはお前たち雲にしか使わない力。今何時だ。立場が分かっていないようだ。俺がするんだ。こいつの頑強な肉体を支えているのは不動の精神力、それによって作られるオーラ。体はダメだ。回復に相当時間がかかりそうだ。勘違いは誰にでもあるさ。俺たちはまだ何にも取っちゃいねえんだ。だからこいつを外して。客はどうした。客殺した、そういう予定だったんだな。よせて。取引不成立ってことか。おう、地下の2階だ。ご苦労。殺してはいないだろうな。ああ、こっちだ。孫にも異常だな。耳を疑ったぞ。お前がさらわれたと聞いたときはな。くそあの鎖使い、必ず借りは返すぞ。どこだ。俺は鎖野郎と蹴りをつけるまでは帰れねえとな。まあ、こいつらならすぐに見つかるんじゃない。サンキュー。一人か。感心だな。どこで死ぬ？人に迷惑がかからない荒野がいいな。お前の断末魔はうるさそうだ。お前の念には特別な意志が感じられる。殺した者たちのことを覚えているか。おめえみてえなリベンジ野郎を返り討ちにすることだ。この鎖がやべえ。今のパンチ、ん？まさか全力か？
時間の無駄だ。全開だ。今度こそ砕いたぜ。地面を叩き土煙を上げたのは体だけでなく気配をも立って攻撃する作戦だったわけだな。まさか。くそ、だがなぜだ。強化系の防御力、具現化された鎖に込められた念の強さ、消せないという面持ちだな。黄泉の手向けに教えてやろう。その目、思い出したぜ。燃えてきたぜ。てめえの恨みと俺の怪力。なぜだ？どうして？特質系となった私はどの系統の能力も 100% 引き出せる。全ての系統の力を 100% 引き出せるだと？完全にバキバキにぶち折った骨が、という間に。それでか、さっきから全然オーラが出せねえのは。たものは肉体の力のみで鎖を断ち切らねばならない。くそ、強制的な絶、確かにこれはやべえ。殺せ。